はようございます。今朝の10時半ぐらいなんですけど、今日ほんまはまさくんと友達と3人で遊ぼうってなってたんですけど、まさくんがちょっと何日か体調ここ最近悪くて、で急遽今日は友達と2人で弾丸名古屋に行きたいと思いますっていうことで、またその様子も回すんですけど、とりあえずもうちょっとしたら出ないといけないのと、あと友達が3月やったんですけど誕生日もあって、でそれのプレゼントもちょうど昨日今日とかでプレゼントの用意とかもしてたんで、ちょっと渡す様子とかも回したらいいなと思います。で見て、これ眉毛を友達に眉毛アートしてもらったんですけど、綺麗すぎてもう化粧楽ちんすぎてやばい。ありがとう。ってことで今日も一日回していきたいと思います。
帰りも名古屋駅から乗る？帰りバスやろ、うん、帰りは名古屋駅から、うん、今度はちょうどもうここに戻ってくるってことやんな。戻ってくる。バスの方のなのかありますけど、うん、バカでかい。誕生日プレゼント。え、ちっちゃ。上からやったらどいて。え、じゃあしゃあない。ちっちゃいね。身長がめっちゃ高いからしゃあない。頭しか映ってないんだよ。え、まだちっちゃ。まっすぐ？え、まっすぐ。さあ、この辺でだからロッカー入れとこうや。オッケー。ふわがある。東京の悲劇再び。東京の悲劇再びやで、お尻これ。あれ結構あれやったもんな、東京マジ1時間ぐらい探したよな、ほんまに機嫌悪くなった。分からなかったけどそれ。あ、バスはそこやけどさ、うん、あっこにさマーク悪くない？ロッカーの。あ、ほんまや。これって言うたら梅田大阪駅的な感じ。あ、そう。だからもうここで名古屋の一台の場所、一台場所。撮れてんのかなこれ。え、回ってる。ほんまに。いや、回ってんねんけど顔切れてるかも。暑い。絶対上の服いらんかったな。ロッカー下やわ。あ、いいじゃんいいじゃん。ほんまにいい天気やなきゃ。階段エスカレーター。それ当然やん。あ、こっちか。そう、名古屋。あの人おらへんな。名古屋のあれやからか、バスケのチーム。あ、そう。なんか八村塁みたいな人がおる。全然見てへんし。あ、ロッカーがこっちや。あ、こっち。ロッカーに荷物入れて、ひとまず、ちょっと待って。早くして。
へえ、何が有名な？まあ、かもなく不可もなく安定やからありっちゃあり。ケイトはスイートミルクコーヒーのアーモンドミルクに変更。なんか名古屋人すごい。すごいな。うん。青信号や。とりあえず渡ろう。これ青の？これ青やん。もうほんまに。これが名古屋島らしいです。名古屋島、名古屋テレビ塔。名古屋テレビ塔らしいです。いい感じ。名古屋感全くない。名古屋でも帰らなあかんしなって感じの1日やったわ。1日じゃ4時間しかおらんもんね。もうこれで取れるお昼のこと取れる。縦かやこどっちがおすすめ？縦。どっちが縦なん？え？すぐ縦。え、なんかこれ何？なんかあれになっちゃった。撮ったやつ？うん。あ、ムービーやった。いい感じ。こうやって撮れるの？うん、簡単やろ。ああ、連写ってなんか下手く連写とかなったことないんやけど。あるんやけど手がブレブレすぎて。あ、そうなの。手ブレがすごいし、うん、しかも何？私が使ってるカメラはクダック FZ55 FZ55 です。皆さん質問してる人はこれを買ってください。代わりに答えてあげたからFZ55コダックなんとかなんとか FZ55 みたいな。伝わらない。とりあえず FZ55 で調べて出てくる。あ、コダックピックスプロ FZ55。 あ、そうそうそうなの。デジタルカメラ、はい、買ってください。でもそれ今人気やからもう在庫ないらしいです。ないらしいです。あの何あんねんけど待たなあかんらしい。まあメルカリとかで探してください。人のカメラ勝手に使って。頑張らなくていいよ。ちょっと遠く離れて歩いてくれたらちょうどよく撮れる。じゃあキートがこうやって上から撮ろうと思ったらもうお尻は入らない。
place of stay. Anything to make you feel better now. No, I won't let you down. I'm just saying it, don't hurt to believe in me. It's no life to live in denial. You don't need saving, but I'll do what I can to see you in all your natural style. Let's go outside of that. どのバスに乗るか分からなくなっております。私たち前に見た光景をこれじゃない、これかも。帰ってきたよ。今名古屋から家に帰ってきました。でとりあえずもうなんかずっと行きたかった、通販とかでお洋服買ったこととかはあったんですけど、ザワーっていう何やろ、古着とかセレクトとかブランドのセレクトとかしてるお店は絶対行ってみたかったんで、そこだけ行って、他もその辺のカフェのご飯食べたりとか、カフェもスタバ行ったりとか、まあなんか食べたいご飯とかが割と夜ご飯のお店中心やったりとかして、とかお尻がお付き合いしてる相手の方が名古屋やったりとかで、結構なんか普段からお尻も名古屋に行くことが多いから、なんか特になんか特別感、私は初めてやったんですけど、特別感もなく、なんか名古屋塔みたいな、なんかテレビ塔、なんか名古屋のやつだけ見て、芝生のところでバクショベリして、火の鳥初めて乗って火の鳥でもバクショベリして、ほんでバスで帰ってきたんですけど、まあなんか東京も一緒に行ったんですけど、東京でもなんかほんまにここ東京みたいな過ごし方で、名古屋でもほんまに名古屋来てるみたいな過ごし方やったんですけど、逆にそれが居心地よくて、なんか専門の時から仲良くしてる友達なんですけど、今回も弾丸、もうほんまに今日の朝一決まったんで、めっちゃ弾丸やったんですけど、楽しい旅になりました。購入品も一応2つぐらい買ったんですけど、なんか5月の購入品紹介みたいな感じでまとめて、また投稿動画を作ろうかなと思ってるので、またそれはそれでその時に紹介したいと思います。